の剣セブン、共闘連続予告ですね。これはもう結構続いてるよ。あ、剣まで行ったよ。ここで剣士郎が出てくるのは激アツ、激アツですよ。期待期待。剣ちゃんまで行きました。なんかしかもリーチボイスが、おー、背景ごとに出た。リーチボイスがシャーとか言ってましたよ。そんでトモ背景でしょ。そんであの横が出たらもう完璧じゃないの。出ました、百裂拳予告。これも外せません。え、でもあと40回転待ってほしい。あー、龍河か。あと40回転でトータル500回転ということでしょうが、ここで当てないでどうするよ。赤タイトル、よし、倒そうかな。これ下押そうかなというのはですね、ボタンプッシュのタイミングで十字ボタンの上下どちらかを押すと、当たりなら縦のカットインが出ることがあるという。あー、当たりましたね。あ、これです。これ縦カットインレインボー。あー、惜しかったな。複雑。これでパンだったらもう最悪だよね。またそういうこと言う。確変率 65% なんだから単発の確率の方が低いでしょ。この台には投資5,000円。早かった早かった。これで通常だったらもう本当に最悪だって。通常だとしたらポイントの方が多いですからね。いや、まあそうだけど、確かにここで7に変わったりすればしないか。あー、豪勝派。まあまあまあ、ラウンド中のラオウの攻撃は豪勝派中攻撃ですね。さあ、この攻撃を避ければ確変確定ですが、ドハ、あらら、いやー、これ立ってくんないとつまんないんだよね、勝負が。ダメですか。ダメなのか。いや、まだあるよあるよ。おー、来たー、よかったー、よかったー。これで勝負が面白くなる。入ったよ。さあ、平山の追撃開始。